私はイスラム教区にいらんのでイランの中で最高なクリスト教の家に生まれました。アルメニアは世界で最初のクリスト教区なので、私たちは常にイスラムの教義からクリスト教会を守ってきました。それで父は私を厳格に育てました。家の中ではクリスト教を信仰し、外では他の信仰を見ていたので、いつも不思議な感じがしていました。ただ自分の心の中では何か決して信仰を感じていました。バプテスマを受けて、毎週日曜日には教会へ行っていたのに、心の中では決してキリスト教を信じることができませんでした。仏教については当時から本を読んだりして、理解しようとしていました。それで真実は仏教にで見つけられるものと思っていましたが、どうやってその道に入らばようにかが分かりませんでした。13年前、侍文化についての有名な本、ハガクラを読んで、日本に興味をいただきました。それで、まず、居合道の練習を始めました。そこで、日本人の心と生活、仏教など教えてもらい、日本にますます興味を持つようになりました。そこでいくつかの目標を定め、一歩一歩実行するようにしました。最初の一歩は日本へ行くことでした。第二段階は今やっていること、日本語を習うことでした。そして今、私のもう一つ目標である仏教の信仰を大聖人様の教えに基づいて諸行で聞いていること、大変嬉しく思います。心の光はいつも正しい道を見つけます。ある日、どうやって仏教のお寺を見つけようかと思って歩いていたとき、駅前で偶然にお寺のパンフレットをもらい、お坊様からお寺に招待されました。実はこのお寺へ来る前は、仏教、閣僚の違いをあまり理解しておりませんでした。私はフランス人の友達が、倉庫学会のメンバーもそこのお寺に行かないと言いました。でも私は私の心と運を信じており、何か目に見えない強い力で導かれて、今私がここに立っているのをただ感じています。私はご本尊様のおよろしをいただき、素晴らしい経験を共有しております。ここに来た最初の日、お坊様の後ろに正座して、ご浄化を受けた時はとても不思議な感じがしました。座って南無妙法蓮華経を聞いていた時、急に体の中で戦争が起きたようにな感じがしました。心がひどく揺れました。暗い悪の叫び声は私たちの唱えるお経とどちらの力が上なのか争っていました。激しい戦いの後は、
Shuni Shizuka no Mizumi mitai ni ochitsuita kanji ga shimashita. Ima wa ano chikara no imi o rikkai suru koto dekimasu. Nammyoho rengekyo no tsuyoi chikara. Kono nyushin no ato wa nani mono mo watashi no kokoro o nichiran shoshu kara kieru koto wa dekimasen. Kaeru koto wa dekimasen. Watashi wa ima karashiku oki o tonareru tame ni renshu shite ori, kokoro ni wa motto kichou na mokuteki o motte imasu. Jibon no wagamama to kako no tsumi o harai shitai omoite, kore kara kyou ii kokoro to shiawase na kazoku o tsukuru you ni ganbatte ikimasu. Ningen wa ikiru tame ni iroiro na mono o bitsuyou to shimasu. Shikashi, watashi wa itsumo souzou no saikuru no ningen ni bitsuyou na mono o kudasatte iru to omoimasu. Sore de watashi wa nammyoho rengeki o tonaeru toki wa itsumo kokoro no naka de ataerata mono ni manzoku shite watashi wa nani mo nozomimasen to onegai shimasu. Saisho ni wa itsumo, saigo ni wa itsumo watashi no tatsukete itadakimashite minasama to toku ni Sugimoto-san to Majiwa-san ni kansha shite orimasu. Arigatou gozaimashita.